ちょっと立ち位置を変えてきました。宮城選手2人引っ張っていきますが、ファーにボールが入ってきた。ヘディングで落としたセカンドシュート、先制町田ゼルビア。最後大谷だったでしょうか、ちょっと確認できませんでしたけれども、あ、やはり大谷ですね。しっかりとポジション通りで競り勝って最後しっかり振り抜きましたね。岡村選手もね、しっかりついてたんですけども、1本